はい、こんにちは。今回はマム太郎とこちらのね、追跡ポイント、これの簡単な、採取方法の方をご紹介します。装備はね、見た通り裸で大丈夫です。前回ね、マルチの方で、まあ、竹状に集めて一気にレベル6っていうのを紹介したんですけども、まあ、ソロでもなんか方法がないのかなと思って、調べたらね、まあ、あのマルチほどではないんですけども、ある程度このポイントが早く集められる方法がありました。ついに出たか。今からやっていきます。あの時を思い出すな。まずはね、マム太郎と発見していきます。発見したら、弾け結晶を拾いに行きます。で、弾け結晶の場所がですね、決まってまして、落石の下にあります。あちらに、この落石のこの下、このなんかキラキラしているところ、この中に弾け結晶があります。これ全部4箇所で、ね、共通です。そしたらマムタロトの尻尾あたりずっと追走、このあたり、そうするとガチャプが来る場合があるんですよね。このガチャプが、まず痕跡を拾いつつ、このガチャプが金色、この金色になってる時、これ今回なかったんですけど、ガチャプが金色になった状態で弾け結晶を当てると一発で退避して、でその落とし物、この落とし物が結構あのポイントが大きいです。今までの方法ですと、13分で約250平均で250平均だったんですけども、もうちょっと大きいです。でポイントの方は、ね、最後に、お見せしますので、まずはこう張り付いて、尻尾側に張り付いて行動すると、一緒に行動する。それはああいう風に潜って、こういう風にこれになったら弾け結晶で当てる。でまずこれが一つ、これがポイント。でここに出るこのガラッパ、カニですね、これとあとこれガチャプの落とし物、この金塊が確か5ポイントで、これが10ポイントで、ガラッパの方が、約2ポイントかな。このカニね、カニ、痕跡集め終わったら、出現場所ね、出現場所に戻ると、このガラッパ結構いるんでね、カニがあの毎回こう歩いてその金塊をね崩していくんですよ。でマムの出現場所がここの巣穴から入った場合にはこっちに行きます。でこっちに入った場合にはこっちで、同様にこっち側に入った場合にはこっち、こっち側に入った場合はこっちに行ってきます。追跡レベルですけども、レベル1からレベル2上げるのに325ポイントで、レベル2からレベル3に上げるのも325ポイントで、残りが650ポイントですね。レベル5まで上げるのは1950ポイント、レベル6まで上げるのが2600ポイントになります。こんな感じで金塊集めて、このこれですね、このカニ、このカニがこう歩いてこの金塊を取りに来るんですよね。で少しずつ削り取って持つんで、これが2ポイントですね、このかけら。弾け結晶を拾いながら移動と、弾け結晶はこの落石の下にあります。ちょっと地面のね色が違うやつがそうです。でガチャプがマムの付近にいると潜って、金色になりますので、金色になったらこのノーマルの状態の、アイテムは関係ないです。こうずっと追走する。で変身したら、
逃がしてやって、この痕跡ここを拾ってあげる。でカニがいる場合にはカニも全部ですね。で落とし物は必ず。で落とし物は全部でカニも拾う。でマムからあまり離れると痕跡、あの足跡ですね、足跡が、見えなくなってて分からなくなってしまうので、なるべくこう張り付いて集めていきます。でこれをキャンプ待機とかで例えば10分経過して拾いに行くと、ガチャブのね、あの黄色になってるやつが回収できないので時間かかってしまいます。こうずっと張り付いて、黄色になってるやつは倒していく。カニは絶対に。もうたったねこれだけ、これをずっと繰り返すだけです。でマムはエリア1を何もしないと13分で移動します。まあ移動とか終了ですね。もしあのガチャプと戦うのがこう襲われるのがねめんどくさいって方は威嚇をつけてもらう。あと潜伏2でも確か2以上ですかね、あの戦闘にならないです。戦闘になってもすぐ解除される。これ仮に逃げちゃうんで早めに追いかけて捕まえる。おそらく最大で1箇所に5個発生します。弾け結晶はあのどんどん補充しておいた方がいいです。最初の1個目はあの必ず取りに行った方がいいですね。こうカニがね集まってきて、こうこれを拾っていく。でこの塊が削れるまで、ずっと運んでくれるので、そこに留まっても150ポイントぐらい入手できます。で痕跡の方が大きいんで痕跡の方を優先して拾っていきます。でここに入った場合にはこちらです。このカニが近寄ってきて、これも剥ぎ取ります。特にあの巣穴の付近で集まると結構でかいですね。まあ、本来では裸じゃないんでね、回復とかする必要ないんですけど、この痕跡とこのカニ、こんな感じでね、ただ拾ってるだけで、今までですと、まあ、その250ポイントぐらいしか集まらなくて、レベル1からレベル2上げるのも結構時間かかったんですけど、この方法を使えばね、ある程度簡単にあのレベルも上がっていきます。でマルチの場合はあの人数が多いのでより早く集まってくれます。その際のね、計算の方もご紹介していきますので、マルチでやってる方はそちらも試してください。なるべく張り付いていく。
で、弾き消しが補充できる場所では必ず補充しておいてください。必要なスキルとしては、まあ、あったら便利ですね。あったら便利としたら威嚇と、潜伏、そのどちらかですかね。まあ、隠れ身の装備である程度しのげますけど、まあ、時間限られているので、もしつけるんであればって感じですね。まあ、基本的にはいらないと思います。何もいらずに、ずっと追走するだけの方がいいですね。で、ノーマルの、ガチャップ、あれはね、倒すとポイントにならないので、そこだけ注意したいですね。さっきカニが3匹歩いたんで、もしかしたら近海に向かってくれてればそれがポイントになります。多分これに集まってますね。これそうですね、集まってますね。もうここだけで10ポイント、まあ、さらにもう1匹来ましたね。これを回収。今カニがまた来ましたね。結構カニがいろんなところにいるので、いろんなところ見ながらこうやった方がいいですね。マムが止まったらこう周辺を確認してあげる。こうカニがいないかなっていうのを確認して行ってやる。まあ、できる限りねマムから離れないで行った方がいいです。あのガチャップの落とし物の方が大きいです。あ、今金色になりましたね。あ、逃げちゃった。これは拾いに来た方がいいですね。痕跡結構大きいんで。これを拾ってすぐにマムを追いかけます。もうマム自体はルート決まってますので、そちらをどんどん追いかけていく形ですね。これカニいっぱいいますね。これはもう最後の最終ラッシュですね。これで移動するんでね、ここで荒稼ぎをしていく。で、大体この移動が13分、出現場所によってちょっと違うんですけども、大体13分ぐらいで、ポイントの方がどれくらいかな。今回390ですね。今回、ちょっと大きい、多いですね。これでもうすでにレベル1から、レベル2に上昇してます。で、今までねやって、まあ、多くの方にちょっと検証手伝ってもらったんですけども、おそらく、まあ、350から370の間ぐらいに収まってくると思います。で、多い時で400超えることもあります。で、これを、時間ごとにどれぐらいポイントがゲットできるかっていうと、30秒で20ポイント、だいたい30秒から20ポイント、まあ、平均ですね。ちょっとまだ試行回数があるかもしれないんですけど、まあ、30人ぐらいちょっと検証手伝ってもらって、だいたいこれぐらいに落ち着いてます。まあ、低く見積もってこれなので、実際には25とかの可能性も高いです。で、これを人数別に、仮にね、マルチの方でやっていくのであれば、4人。仮に4人で13分30秒、このままずっとね、集めると、それだけでレベル5、調査レベルが5、レベル5に到達します。で、レベル5とレベル6は、かなり、安全にね、討伐することが可能でして、あ、すみません、4人じゃないな。
8人からか。8人だと9分30秒、8分だと、9分30秒です。1人当たり 287.5 ポイント、集めればいいことになるので、9分30秒でリタイアした段階で、レベルが5に到達します。これ余裕を持っての9分30秒なので、実際には9分ぐらいで、レベル5には到達していると思います。もしかしたらレベル6にもなるかもしれません。10人の場合は230ポイントぐらい目指してもらえるので、7分45秒、これを目指してもらえれば大丈夫です。12人の場合には、6分20秒ですね。で16人の場合には4分45秒、これだけ集めれば、レベルが5以上になります。で以前紹介した、簡単にね討伐する方法、これを使ってもらえれば、討伐時間今最短で5分45秒かな確か、で遅くても8分ぐらいなので、仮に16人で行っている場合には約5分、痕跡集め5分プラス、討伐の方、8分ぐらいですかね。でそうすると13分ぐらいで、討伐できて、まあロード込みで大体15分ぐらいで1周回せます。でただし、16人とかの部屋だと討伐した後バラバラになってしまいますので、先に出発したメンバーが、例えば今4分45秒と説明したんですけども、仮にこれを6分45秒、2分多くすると、でそうすると最後に、討伐が終わったメンバーが、まあ、大体2分遅れで出発するので、それに合わせてリタイアしていただく、6分45秒のメンバーに合わせてリタイアしてもらえれば平均的には、同じになると思います。ただし注意してほしいのが、クエスト開始最初で1分ですね。最初の1分は痕跡とか、発生しない、まあ、しないというわけじゃないんですけど、集まりづらいですので、この1分は除外して考えた方が安定したと思います。仮にですね討伐が、レベル4でもいいよと、レベル4でもいいマルチでね、その場合には、4人だったら13分30秒、まあ、きっちりですね、きっちりやってもらえば、レベル4到達します。6人の場合でしたら9分、8人でしたら6分45秒、10人でしたら、5分30秒ですね。まあ、ある程度熟練の方たちが10人集まれば5分30秒プラス、まあ、討伐、まあ、レベル4でもおそらく7分とかぐらい討伐してくるので、まあ、12分ぐらいで一周できるかなと思います。でソロの方でもね、これを2回繰り返してもらえればレベル3になるので、まあ、討伐できる可能性が出てくるという形になります。どうしてもレベル1だと、まあ、今無理なんじゃないかなと思ってます。でレベル2ですとね、討伐ギリギリ、まあ、よっぽど上手い方じゃないとできないですけど、できる可能性としてはあるそうです。でレベル3からはまあなんとかねできるかなっていう感じです。以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。